アンティアンズ、まあプレッツェルのお店だよね。こんなのがあるらしいです。富士急ハイランド限定9プレッツェルセット。ハウディ、ジェスタセラです。富士急飯というわけで、今回はこちらアンティアンズの9プレッツェルセットでございます。850円セット内容が9プレッツェルが1つ、2本セットのミニドッグ、それと、まあ、飲み物のチョイスという形になります。じゃあいただいてみましょうかね。基本的にアンティアンズのこのプレッツェルは外しませんので、9の字になってくれてるんですけども、なんだっけ、メイプル味、メイプル味かな、みたいです。メイプルバニラだな。そうなるよ、ね、一かじりした瞬間にもう9は9じゃなくなってしまいましたけど、うまいね、メイプルバニラうまいな、これうまい、甘いね、甘いね、うん、僕基本的にはアンティアンズだったらオリジナルプレッツェルが好きなんですけどね。オリジナルはね、バターの香りがすごく強く出てて美味しいんですよ。まあ、たまにはこんな甘いのもいいかもね。このミニドッグの周りの生地、これがもうオリジナルのプレッツェルなんで、こっちは僕大好きです。はい、というわけで、アンティアンズ富士急ハイランド店からね、今回は9プレッツェルセット850円でございました。はい、ね、うん、うまい。これはね、そもそもアンティアンズのプレッツェルって400円ぐらいするし、そこにドリンクも400円ちょっとするし、でそこでこのミニドッグついてるでしょ。妥当ですね、うん、妥当だと思います。美味しいです。以上、レッサーセラがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。